東京サンレースゲート入りが始まっています。風も強いようです。10頭で争われます。1コーナーポケット地点からのスタートです。雨が降り始めました。東京競馬場天候の発表小雨に変わっています。芝コースは両ダートはやや重です。10頭の枠入りが進んでいます。最後10番ヤングローゼス促されて10番ゲート、ゆっくりと馬体を収めて全馬ゲートの中収まりました。スタートしました。おっと7番の湘南箱舟が遅れました。さあ先行争い、まずは内からポーンと2番のクラウドセイルいいスタート。リードは1馬身、外から8番ポーラライツがじわっと差を詰めます。それから1馬身差、外に10番ヤングローゼスがつけて、そのうちに並ぶ1番のグラニットピーク、それから1馬身差、内から5番のアイラブユー、外に9番チャイボーグ、2コーナーをカーブ、向こう正面に入っていきます。花に立ったのは2番のクラウドセイル、リードは半馬身、2番手に8番のポーラライツ、1馬身差、内から接近する1番のグラニットピーク、あとは2馬身差、内から5番アイラブユー、半馬身並んでいく9番チャイボーグと、さらに10番ヤングローゼス、ここは3頭が一段、その後ろ1馬身差6番スピーディーブレイク、1馬身内に3番のジョイパピエーダ、2馬身差後方2頭、7番の湘南箱舟、半馬身内4番のミオの稲妻という体型。各馬3コーナーのカーブへと向かいます。花に立ったのは2番のクラウドセイル、リードは体半分ぐらい、8番ポーラライツが2番手、残り 1000m を通過、64秒ぐらいで通過しています。そしてその後に1番のグラニットピーク、外から並んでいく10番ヤングローゼス、今スーッと3番手の外に並びました。その後ろは1馬身9番チャイボーグ800を通過、6番スピーディーブレイクが行って内並ぶ5番のアイラブユー、あとは1馬身差3番のジョイパピエーダ、7番湘南箱舟が並んでいって2馬身最後方4番ミオの稲妻、第4コーナーをカーブ、残り600を通過、これから直線コースへ。さあ先頭2番のクラウドセイル、リードは1馬身、2番手に8番ポーラライツ、外からヤングローゼスが差を詰める、馬群のその後ろに1番のグラニットピーク、最内からアイラブユー、さらには馬群の外からは6番のスピーディーブレイク、坂を駆け上がるその内に9番チャイボーグ、さあ先頭は内から2番のクラウドセイル200を通過、外から10番ヤングローゼスが差を詰める、さらに6番のスピーディーブレイクが3番手から2番手に接近、先頭は2番のクラウドセイル、外から2頭が接近するが2番クラウドセイルゴールイン、外から6番スピーディーブレイクも際どく迫りましたが2番のクラウドセイルを押し切りました。2番手の争い外、最後グッと6番スピーディーブレイク、中10番ヤングローゼス、この2頭の2着3着争い、東京競馬第3競走。さあ入線後に今5番のアイラブユージョッキー下馬です。ゴール入線後下馬となりました。勝ち時計は2分4秒4、上がり4ハロン46秒1、3ハロン33秒3でした。東京競馬第3競走3歳未勝利戦、2番のクラウドセイル、外から2頭がぐんぐんと差を詰めて迫りましたが振り切って見事逃げ切りました。東京サンレース勝ちましたのは2番クラウドセイル、これは逃げ切り勝ちですね。スピーディーブレイクが2着で、1番人気のヤングローゼスは3着で入選しました。実況にありましたがアイラブユーは入選後にジョッキーが下馬という情報もありました。2番そして6番10番ですと4番人気2番人気1番人気です。単勝2番 8.7 倍、枠連26 12.7 倍、馬連2番6番 10.6 倍、馬単2番6番 25.6 倍、3連複2番6番10番 4.8 倍、3連単2番6番10番 58.5 倍です。確定までお待ちください。